シンシリーズというカメラをつけております。今日は21年以上というのは本当に、まあ、想像もできなかった。今こちらの装置の中ではストロボ光の眩しいところのみを一コマ一コマ補正をしまして目立たなくなる処理を行っております。スチールカメラのストロボの発光時間というのがございます。その時間というのはビデオカメラからしますとほんの一瞬、ここはフラッシュだねというところの部分を検出できるかできないかというところになりますので、そこを検出できれば正確に検出できれば補正がうまくできる。もうちょっとバック下がってもらっていい？人体に影響するということで非常に小さなお子様の方に被害が大きいと言われています。事件であったり注目されるスポーツ選手の記者会見であったり、そういったところはやはりどうしても大事なカットに対してストロボがたかられますので、弊害を出してはもったいないですから、いろんな場面でご使用いただけるかなと思っております。